時刻は2時24分になりました。さあ続いてはあなたの知的好奇心にフォーカスするサルースラボのコーナーです。今日お迎えいたしましたのは水系デザイナーでアクア環境システム東条代表の東条久幸さんです。東条さん、あ、こんにちは。皆さんどうもお久しぶりです。お久しぶりです。いや本当に、ね、何年ぶりでしょう。何年になるかな。もうでも一番初めにお会いしてからかれこれかなりなりますよね。かなりになりますよ。でね、私ね Facebook でお友達に、ね、なってもらってんだけど、いつも見てるんですけど、はい、見るたんびになんか若々しくなって綺麗になってくるのがねすごいなって思ってね。何ですか、この間なんかラクダに乗ってましたけどね。どこ行ったんですか。モロッコに。モロッコどうでした。まあそれは私の話はいいんですよ。あ、そうですか。いや私ね明後日からね、大連、中国の大連行くんだけど、はい、さっき気温調べたらマイナス16度って言って、もうどうしようかと思って、今東京でこれだけ寒いんだから、うん、私凍えちゃうんじゃないかなと。いやもうこれはもう防寒防寒でアスリートがね着用する防寒のあるじゃないですか、アンダーウェアとか、はい、あれは絶対買っていった方がいいでしょ。マイナス 10? ちょっとね経験したことがない気温でね、はい、ちょっと怖いなと思ってますけど ね、まあねしょうがない。あ、そのね私が今水系デザイナーアーティストっていうのをね、はい、今うちでずっとこうね全国展開してるんですけども、はい、あ、これ皆さんもね資格を取れば活動できますので、ぜひね転職なんか考えてる人ね、ぜひねうちに来てくださいね。でこれね中国にね今ね結構何人もね資格取ってやってくれてるんですよ。まあ、その人たちを教えるのでまた中国行くんだけど、まあ、なんかねテレビ出演もある。あ、本当ですか。中国でテレビ出演、どうしよう。すごい。どうなっちゃうんだろうね。あ、ここもテレビ映ってますけど、ね、もう映ってますけども、ユーストリームで映像配信しておりますけども。見てくださいね。ね、昔その最初に出ていただいた時には、そのアクアリウムの世界の美しさ、素晴らしさっていうのを東条さんに教えていただいたわけなんですけども、その水の中のいわゆるその情景をデザインする水系デザイナー。そうなんです。もともとね私美容師やっててね、なんてこの業界を長靴履いてね、なんか男ばっかりのね汚らしい業界、汚らしいって言っちゃいけないねなんかねちょっとむさっくりしい業界だったんで、もっとそこに女性の感覚の綺麗さをこう出したいっていう感じでね活動してて、初めはもう水系っていう形でやってたんだけども、それがだんだんこう水系フォトグラファーになって、はい、水系の魚の写真撮ったり水の写真撮ったりして、今こちらの今日もねパネルね持ってきたんですけど、見えますかね。ご自身でお写真も撮るようになって、こんなうわーすごい。これこれエビなんですけどね、エビのね目がね、目にね私が映り込んでるぐらいね鮮明にこう撮れてますので、これアクリルでできていて、はい、すごくねみずみずしくねこう見えるんですね。こんな、写真も撮っています。これ小さいエビでしょきっと。すごく小さい。これそうね3センチか4センチぐらいなエビですよね。まあ、ちょっとでかくね。そのね水槽の中にいるエビを捉えた一枚があったり、はいはいはい、クラゲもありますよ。あとはクラゲもありますし、はい、クラゲも綺麗ですね。はいはい、おなじみのニモもいますよ。クマノミもいます。まあそんな感じでね、サンゴもあったりね。サンゴもお見せしましょうかね。これはねちょっとね。これはなんか柔らかい感じのサンゴがありますね。これはなんか柔らかいサンゴですね。そうですね、そんな感じのものを撮影してるんだけど、はい、おかげさまでね、私アクアリウムのレンタルシステムっていうのが医療系とか老人施設ですごくこう受けて、それでだんだんこう花とか扱ってたんですけど、それがやっぱり医療系だとこうやっぱり花粉があったりとか虫がついたりとか良くないっていうんで造花を使ってたんですけど、はい、最近の造花がまたこれがすごくねリアルにできていて、素晴らしいですよね。私たちは造花って呼ばないでアーティフィシャルフラワーって呼んでるんですね。よりリアルなアーティフィシャルフラワー、よりリアルなって感じで、はい、そこでね思いついたのがね、アクアリウムとアーティフィシャルフラワーの融合で、アクアリウムの世界の上にアーティフィシャルフラワーでさらに綺麗な、造形をね作って、はい、で我々は芸術家アーティストだから、アーティフィシャルアクアリウムアーティストってもうトリプル A って資格も作ってる、ね、トリプル A だ。あ、本当だ。これね女性がすごくねいいなと思って、花好きな女性多いじゃないですか。生け花やってる方も、はいはい、私も生け花やってるんですけど、生け花やってる女性とかこれちょっとしたねアルバイトにもなるんでね、この資格ね東条でね取ってもらいたいなとも考えてます。アーティフィシャル
アクアリウムアーティスト。トリプル A ですからね、まあ、トリプル A っていうグループもあるようですけどもね。まあ、うちはまあ特別なトリプル A っていう形でやってます。それの資格も、アクア環境システム登場で取れる、はいはい、ということで、水槽の上にお花があって、そうですね、あのうちのホームページ見ていただければね、はい、そういう画像も出てくると思うんですけども、ちょっと特殊なうちだけしかないあの、ね、特殊な作品なんでね、見てほしい。あ、今日ね、あのご紹介しますね、あの東條有紀恵です。結婚しました。あのね、あのスタジオに来ていますけどもね、今日あのスタジオの中で今撮影をされてるの、ね、あの目の前でね、急に紹介されても奥様びっくりしますよ。 ね、そんな東條さん、いつものことなんですけどね、もう結構慣れてきました。美沙さんと同じね、あの四国出身でね、はい、あの松山出身でね、あのね、まあ言葉が合うかどうか、ね、同じ四国で、そうそう、はい、ありがとうございます。結構方言がね、結構東京と違ってね、なんかねぐさぐさっと来てね、何怒ってんのかなと思ったら結構やんわり言ってる言葉らしいんですけど、ね、あ、全然怒ってないんですよ。そうなんです、ね、いや松山の方が柔らかいですよ。あ、そうですか。高知の方がもっときついですよ。あら、そうです、ね、うん、そうですよ。いや、もうなんか方言は全然出ませんけどね、美沙さんはね。はい、いや、ということで曲いってもいいでしょうか。ぜひよろしくお願いします。曲の後はまだまだお話伺います。お願いします。お送りするのは、東條さんからのリクエストなんですよ。やった。はい、007のテーマでもありますサム・スミス、ライティングス・オン・ザ・ウォールをお送りしましょう。はい、お疲れ様でございます。あ、すいません、上がっちゃった。いやいや、全然上がってないじゃないですか。お疲れ様でした。ありがとうございます。すいませんね、なんか気にしないことって、ね、今お写真撮って